天王山があります。その懐に細くてきれいな小川の流れがありまして、トンネルを潜り南へと進みます。人間に例えれば喉元にあたるところでここを制する者は時代を制するとも言われました。山と川に挟まれた土地で一番狭いところで150メートルほどのところに JR 東海道線、新幹線、阪急電車、国道171号線、そして昔参勤交代に大名も利用した西国街道がありまして、天王山の山腹にはトンネル2本、名神高速道路が通っていまして、今日も慌ただしく日夜人や物資が行き来し、日本の大動脈の役目を十分に果たしています。トンネルの上には列車が頻繁に通過しています。ここは JR 東海道線の山崎駅で、1日の停車列車本数は120本が停車しています。その他に通過する特急列車、新快速電車、貨物列車、回送列車をトータルすればたくさんの列車の本数であります。駅のホームの4分の3ほど西のところに先ほどのトンネルがあり、小川が流れています。その上に全国でも珍しい看板があります。それが大阪府と京都府の境、県境がホームにあるのはここだけであります。いえいえ、府境の看板です。すぐ南には利休八幡宮があります。ここは本邦油発祥の地として有名で、えごま油として知られていて、お灯明を灯す油として広く使われていました。現在も日本の食用油製造メーカーはそれぞれ奉納されています。昔の面影を残します。西国街道を府境大阪側に、昔ここに関所があった後に関大明神社があります。ここから西へ300メートルほどのところに、日本で初めてウイスキーを作ったことで有名なサントリー工場の山崎蒸留所があります。小川は500メートルほどで桂川へ合流して、その後淀川となります。この狭いところに第二名神高速道路ができ、その上にリニアモーターカーの計画がありますが、完成するのは孫たち、いえいえ、ひ孫たちの時代でありましょう。狭い日本、そんなに急いでどこへ行くの、との思いが募ります。